さっきね、ずっとこのピンマイクをつけてるのは、つけるのはちょっと忘れましたんですよ。今日は日本語でやります。ちゃんといけるかどうかわからないんですけど、とりあえずね、自分の日本語にもね勉強になれるためにちょっと、日本語でやろうかなと思ってますね。コーヒー飲みます。今日はまた小倉方面で、だから多分このね、光景を見たことあるんですけど、それも、勘弁してください。それはしょうがない。そしてね、このね、窓を開けてるまま、でちゃんとこのマイクを、僕の声をピックアップできるかどうかわからないんですけど、とりあえずちょっとやってみようかなと思ってますよ。じゃあコーヒー飲みます。何見えるかな。 あれですよ、そのね、開いてる店、全然何もね面白いところはない。でもこれが恩賀信用金庫、その恩賀信用金庫で最初の車のローンを、やってくれて本当にありがたい、ありがとうございます。小倉方面で、戸畑まで、まあじゃあ戸畑方面戸畑で、毎週の2個目の、新日鉄の、授業をやります。6時から8時まで、だいたい家戻るまでそうですね9時ぐらいかかる。ギリギリでバトルスターガラクタかギャラクタバトルスターギャラクティカを、見ることできます。9時スタートだから大好きよ、バトルスターギャラクティカ。バトルスターギャラクティカ、バトルスターギャラクティカはあれですよ、ずっと英語で言ってますから、やっぱり、初めて日本語で言う、発音がちょっと難しいですよね、慣れてない。僕はカタカナは大苦手、大嫌い。教育的でも、個人的でも、もう本当にね、聞きにくい、ごめん、鼻を触らないことを、ちょっと忘れました。よし、本当にね危ない運転する人はね結構いますよ、福岡で。今日のトピック、何やったっけ。あ、僕の日本語どうやって覚えてきたとか、誰からとか。実はねもう20年間で日本に住んでるんだから、もう大体これぐらいの日本語できない方は本当にね、僕が日本語がうまいとか言語の勉強がよくできるというよりも、20年間で僕の友達の周りにねまだこれぐらいの日本語できない外人が結構いますよ、大勢で。それはねなんでだろうと思ってますよ。逆に僕はね本当に普通の人だから、だいたい誰かがもうちょっとだけでも努力すればこれぐらいの日本語できますよと思ってます。もうそれは別の話と思います。外人は日本に住んでる意識とか、ちゃんと日本のことを、ちゃんと、思いやりのことを思ってるかどうか、それは本当に別の話。とりあえず私は日本語といえばね、あの学校でちゃんと勉強してない、まあずっとねしようと思ってたんですけど、いつもね
やっぱりその学校の値段を見ると高いなと思ってて、でまあ、もうちょっとその値段の問題を、気持ち的に乗り越えてもやっぱり、なんか時間がないとかね、その学校の教え方とか、信用できないとか、それいろいろの問題があるんですよ。だからだいたいもしね、私の日本語をどうやって覚えてきたということを一つのところに指示すると、私はシャドートーキングですよ。シャドートーキングといえば、ウィキペディアで、シャドウィングとかミミキングとか、私のいつも使ってる、ね、名前で、多分シャドートーキングはちゃんと出ますけど、まだ、確認してないんだから、ね、それは分からないんですけど、まあ、シャドートーキングを使って私は、日本語を覚えてきました。シャドートーキングは結局ね、なんで好きというのは、学校はいらないし、もう本当にね、教師先生もいらないし、机もいらない、ペンとか紙も買わなくてもいい、もちろん高すぎな教科書でも、ただね、テープさえあれば、ウォークマンとか iPod とかさえあれば、シャドートーキングもちょっと、ね、できるんですけど、それはなくてもやっぱりね、生で、ある言語を聞いて、でそしてその言語の音を真似することをずっとすれば、だいたい僕はね、日本語といえばそういうふうに覚えてきましたんですよ、本当に。まあケンさんとジムさんもね、一緒に30時間ぐらいで、授業の形で日本語を勉強しましたし、とりあえずいろんなね、自己勉強の本を買って、自分でね、本を読んだりとか、自分で漢字をね、ペンで勉強、鉛筆で勉強したりとかやったことあるんですけど、だいたい私はね、どうやって日本語を喋られるというのは、シャドートーキングですよ。シャドートーキングにせるというのはちょっと難しいですけど、特に、ね、今回は日本語でやってるから、英語でまたこの B ログをするときは、ちゃんと、見せます。もう今日はちょっと無理、もう精一杯ですよ、日本語で喋るというのは。飲みます。じゃあもういいもういい。スペースワールド。 I just wanted to tune back in、for a moment just to、apologize. I'm really sorry about、all of that really horrible Japanese. I realize now that it must have been really painful to listen to if you were Japanese, and I apologize to you. I have a feeling this class isn't going to go well. Nothing's coming out properly. Not my Japanese, not my English. But let's see what happens. In any case, I apologize to you in English. そして、日本語でも本当にね、申し訳ありません。もう本当にひどい日本語で喋ってて、本当に申し訳ありません。もう二度ともね、もうしない。I'm not going to do that to you again. Don't worry. Please don't stop watching the vlog.Just about to head into the Bata here.、I got a few minutes to... ran into the yellow light. A few minutes to spare. And、so I'll probably grab、a pastry bun or something as a snack. And then I'll go to my class and、head home. And maybe, I don't know what to do after that. Probably watch some TV. In any case, thanks very much for putting up with this today.、Talk to you soon. Bye-bye.